訂正をしようと。いや、あの、ケイソウの、このアッサーとかつってやってるじゃん。ケイソウのソワツ。ね。ケイソウのソワツ、ソソソワツ、ソワツ、ね、ソワツ。ね。確かにこの三角形でいいんだけど、この三角形、この三角形をでかくすると、で、こう返すか。ね。で、実際に、ここのね、長さを測ってください。すると、ちょっとめんどくせえから、実際に測ったところ、100メートルだったとしよう。ね。そして、ここの角度が45度っていうことは、ここの角度が45度かな。同位角とか錯角とかの関係で、こいつとこいつは、なんだっけ、平行だから、こことここは等しいな。錯角だったな。45度。そして、求めたいのが、ここだ。なると、これは、45度で 100m でここを求めたい。やっぱサインだったな。サイン45度は100分の2か。だから B っていうのは100のサイン45度。よって B は56度か。はい、いいですね。ごめんね。実際にここを測ってちゃう。実際にこれから、ね、直接測る。接、ね、直接測ろうね。 OK。 もしかしてちょっと大きいかね。100よりもっと大きいかな。135ですか、本当は。けどまあ めんどくせえから便宜上100としてやってみましたね。はい、ごめんね。じゃあ次こそ何ですか、地層の境界線の書き方についてね、話をしていきたいと思います。